炭治郎。ねずこかわいい。お、全員、すげえ。なんで、伊之助とかなもあるよ。で、これ、イカちゃんもあるじゃん。おえー、すげえ。うわ、炭治郎いいな。炭治郎かわいいな。なんか、挑戦してるのかちょっとなんか投げないで、ボム投げようとしてる。ダメ、ボム投げないで。はい、どうもです。本日は縄張りバトル、ショッツル鉱山で引き分けを久しぶりに狙っていきたいと思います。前に達成したことがあるんですけど、まあ、それもなんか2年前かな、結構前なんですよ。なので今回は久しぶりにこのゴールデンウィークを使ってショッツル鉱山を引き分けにしていきたいなと思います。よろしくお願いします。塗る場所をまず確認しよっか。まずここ動画撮るんじゃなくて、まあ、撮ってますけども、ちょっと一回確認、自分が塗るところをね確認した方がいいよね。まあリハーサルみたいな感じで、これで引き分け取ったら悔しいんだろうな。いやでも気持ちいいのかな。どこなんだろう。でちなみに真ん中の線引く人、ここですね。ここの真ん中の線引く人はね、もう決めとこう最初に。まあ俺だなまあ俺と相手チームだと、えノバブラスターだって言うんだけどちょっと待って、ノバどこだ。ノバヒレをちょっと塗る気ないから、ヒレをピチ塗りね。こうやってあのイカのペチペチで塗ることをペチ塗りと言います。ペチ塗り頑張れナイス。ここ頑張ってるって。ヒレオくん、そこ全然塗れてないよ。相手、これ絶対引き分け無理だろう。お、ピンクチーム何してんだよ。ピンクチームヒレオくんがノバだから差がついちゃった。差がついちゃったよ。まあでもリハーサルなのでこれで分かったから。はい、ということで引き分けを狙っていきましょう。多分2年ぶりかな。あんま確認してないんですけど、まあ一度や二度はちゃんと引き分けになってるから、まあさっきのちょっとねリハーサルしたんですけど、リハーサルで自分が塗る場所確認できたので、はい、これ結構期待値高いと思うよ期待値結構高いよこれ。なんならもうこの1回目でもう 100% 100% じゃない、49.9 か、あれ半分ってなんだっけ。 49.9 が2個作れればいいんだよね確か。はい、ということで頑張りましょう。あ、いいじゃん。あ、真ん中いいじゃん。え、すごい、とてもいい。じゃあちょっと手伝ってあげようか。まだ濡れてないとこ手伝ってあげて、で濡り残しないか確認しよう。 OK です。こっちが OK です。真ん中はみ出てない。え、めちゃくちゃ綺麗じゃない。真ん中綺麗だよねこれ。あ、完璧。あ、これいったわ。あ、ちょっと出てるか。ペチ塗りで一回戻してね、これちょっと戻して。オッケー、もう完璧。あ、いったわ。あ、引き分け。
引き分けいった。ちょっとマップ見て塗り残したくないか。ないよねこれ。いったな、いったぞヒレオ、これこれいったぞ。来た。いや、なんか挑戦してるのか。ちょっとなんか投げないで、ね、ボム投げようとしてる。ダメ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 、ボム投げないで、ダメ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 、危ねえ。これいったよな、引き抜き怖い。惜しい、あ惜しい、めっちゃ惜しい。 0.1% じゃ 0.01% だ。惜しい、めっちゃ惜しいじゃんこれ。さあ2戦目が始まりました。これ意外と神経使うからね、思ってる以上に疲れるんですよ。なんかボム投げてる人がいるぞ。あーあーあーあああここ汚しちゃった。ヒレオだな、これ。さっきのヒレオだな。さっき投げれなかったから、今投げたんだろうが。あれ、さっき真ん中すごい綺麗だったね。今回難しいですね。よいしょ。1塗りがやっぱ優秀。このバルーンの下とかね。しっかり塗って。あ、いいね、いいね、ヒレオくん。なんかちょっと出てる。オッケーオッケーオッケー。あ、いいね、いいね。これ一緒にやっていけば、なんとか。え関係ないとこ。あ、よく見つけた。ナイス、塗り残しが。相手チーム、塗り残しが。塗り残しが。ちょうちゃんこが見つけてくれた、ここ。塗り残し。塗り残しが。ここ、塗り残し、塗り残し。ヒレオくん、ナイス。ナイス、ヒレオくん、ナイス。よく頑張った。いや、よく見つけた、今。これが決まるよ、これで。決まって。惜しい。何がダメなの。よし、はい、よろしくお願いします。ショッツル鉱山、3回目になるのかな。今回はちょっと作戦がありまして、さっきも言ったんですけど、真ん中をローラーでコロコロ。でもさっきよりポイント多い。さっきより全然違う、全然違う。可能性を感じる。てか 0.01% ってどこに行ったの。さあ4回目になるかな。さっきの作戦結構いい線いってたと思うんだよな。ポイントの数が1個前と比べて上がってたん。 0.01% でも上がってたから、これは成長よ、成長。だから可能性は感じる。なのでそのままローラーできました。ちょっと真ん中引いてきますね。ゆっくり行かないとね、水しぶきがね、水しぶき、インクのしぶきがね、結構飛び跳ねちゃって、はみ出しちゃうんですよ。こんな感じ。あーあー、蛇行しちゃった。はみ出ちゃったの教えた。あぶねえ、あぶねえ、間違えて振ったの。おお、ギリギリ。やだ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 。あぶねえ、あぶねえ。いける。いや、我々ならいける。ここで一発決めだろう。ポイントも惜しいなぁ。あとちょっとなんだけどなぁ。いや、マジかぁ。マジかぁ。さあ、もう何回目か数えるの忘れてしまいました。頑張っていこうと思います。なんかね、可能性だけ感じてるから。うん。希望だけはあるんだ。希望がゼロってわけではないの。だからあとは忍耐力だね。俺の忍耐力もそうだけど、手伝ってくれてる視聴者の忍耐力もそろそろ精神的に疲れてきてんじゃないかなって。あ、まだダメだったかみたいなね。ごめん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 。希望だけはあるんだ。希望がゼロってわけではないの。これ何なのこの 0.01% ってどこから生まれてんの。何これ、疲れた。もう疲れた。ああ多すぎたか。足りない足りないの、これで足りないのか。
い、もう本当に何回目か分かんなくなってきました。もう50分経つんですけど、ラスト、このマッチでラストにしたいと思います。でもラストで決めたらかっこいいよねラストで決めたらかっこいいんだ。スプラトゥーンが発売されてからまあもう4年ぐらい経つんだけど、最初の方はなんでできたんだろう、なんで引き分けできたんだろう。本当に一回合成でしょって言われたからね。そんな編集技術ないのに当時の俺だから今もか、当時の俺も今の俺もそんな技術ないのにさ、合成ですよね、ちゃんと白状してくださいみたいなコメントあってでそれはやだと思って編集してない無加工の動画を一回上げたことが、あーいい懐かしい、すごい懐かしいすごい懐かしいや、疑われたもんな、めちゃくちゃ。そんくらいの偉業だったんだよね、当時は。誰も引き分けをやったことがなく、多分世界初じゃん、引き分けにしたの。多分世界初だと思うんですよ俺。しかも企画中にたまたまなったとかそういうのでもなく、たまたま企画中になりました。すごいでしょ、世界初なんですよ。世界初を再びやりたいんだけど、今回がラストとなりますね。頑張ろう。ちょっと直せるよこれ。今テロ行きたい。ありがとう。さっきみたいなの作るか。あ、ヒリオ君が戻してくるさっき足りなかった、これでも足りなかったいや気持ち多めでしょ。え、これでどう、さっきより多いよ。あ、ここ濡れてない、ヒリオ君、ここヒリオ君濡れてない、ここヒリオ君、ここ濡れてない、ヒリオ君ここ、え、これ飛び散っちゃったんだ、インク。めっちゃ攻撃されてる。え、ラストこんなんでいいの飛び散ってないか、インク。大丈夫？え？ダメだはい、ドルです。巷では今オリンピックが終わって、そして閉会式も終わったので、まあもう今年のオリンピックも終わりかって多分思ってる人いっぱいいると思うんですよ。なので今日はオリンピックが終わってから、スプラトゥーンの世界でオリンピックをしていきたいと思いますおめでとうございます。今日はあれなんですよ、ちょっと一つの競技をやるだけではなく、ちょっと5つの競技をやりたいんですよね。オリンピックで10種競技っていう10個の種目を競って、その成績が一番高い人が勝ちっていうのがあるんです。そういう競技が10種競技っていうんですけど、まあ、ちょっとスプラです10種はちょっと長いので難しいので、まあ、5種競技を今日はやっていきたいと思います。それでは選手の紹介からいっていきましょう。これよりスプラトゥーン2でオリンピックを始めたいと思います。Thank you.
それでは第1種目いきたいと思います。位置について、よーいドン。きた。あ、一番先頭に立ったヒレオくん。さあみんな同じ足の速さの速度でヒレオ1位、ヒレオ1位です。あーあー、待って、俺落ちちゃった。俺落ちちゃった。この5種目は1位になった回数が多い人が勝ちになるということにしておきましょう。で、今1位だったのはヒレオくんということで、ヒレオくんまず1ポイント。続いての競技は走り幅跳びをしたいと思います。ここの金網の、ここです。ここからギリギリジャンプして、まあ、どこまでいけるか。どこまでの距離を飛べるかっていうのをやっていきたいと思います。タコからです。さあどこまでいけるか。うわあ、ここだ。ここです。タコここです。じゃあ次はイカ選手の番です。いた。いた、うまい。ああ、同じとこだ。ほぼ同じとこ。さあ次はボーイの番ですね。いた。いや、待って、2段ジャンプしてる。ヒリオくんいた。どこまでいけるか。同じだ。みんな同じ。この3人同じってことは、ここまで飛んだボーイの勝ち。ボーイの勝ちです。嘘です。3人の同着で1位です。喜んだ。ヒリオが起きて喜んだ。嘘だよ。ファールだもん、あれ。あ、ボーイが落ち込んでるわ。こっちが落ち込んでる。一人だけ落ち込んでる。それでは第3競技、砲丸投げを始めたいと思います。この線から出ないように、この線から出ないようにね、出ないように、まあ、どこまで何キロメートル飛ばせるかっていう砲丸投げ。それではタコからどうぞ。お、ここですね。跡がね、残るんですけど、そのままにしておいてください。続いては、イカちゃんですね。で、イカちゃん、どうぞ、投げてください。さあ、どこまで届くのか。上に向かって投げて、あーと、これはちょっと後ろだな。タコより少し後ろだ。さあ、ボーイの番です。よろしくお願いします。投げた。お、おー、一番飛んだぞ。やっぱ男の子だから。ちょっと力がある。それでは最後、本命のヒレオ選手ですね。ヒレオ選手。最後の一投、投げてください。どうぞ。ヒレオ選手、ちょっと足を踏んでいる。線を踏んでいます。よし、大丈夫だ。ちょっと下がったことによって、踏まない。投げた。おお、ヒレオ肩強っ。これ文句なしでヒレオくん1位。おめでとう。それでは、ちょっと、ポイントの整理をしてみましょう。一番左のイカちゃんが1ポイント。その隣のタコちゃんが1ポイント。ヒレオくんが今ですね、3ポイントですね。3ポイント。で、ボーイの子まだ0ポイントです。ボーイの子は落ち込んでます。まさか勝てると思ってたの。抜かれたってすぐ。ヒレオくんがちょっと心配してますね。こっちですよ、選手の皆さん。こっちですよ。何やってんの。選手だから落ちなくていいんだよ。ボーイ困ってんじゃん。はい、続いての競技は円盤投げなんですけど、あの線の位置から、まあ、ちょっと矛の方まで少し斜めってるんですけど、あのくるくる回るのが円盤投げなんだけど、回ってタイミングよく、遠くに飛ばした人が勝ち。くるくる回って投げれるか。投げた。お、うまい。結構届きましたね。ここまで行きましたね、今ね。頑張ってくるくる回って、なんかフラフラしてるの。お、でもうまい。投げるのうまい。超えてきたぞ。回って投げた。
ちょっと左より跳ね返って、これはちょっと届かなかったな。今のとこ暫定ではイカが勝っております。ツインテールのイカちゃんが今のとこ1位。さあ、ヒレオ選手円盤投げは得意なのでしょうか。くるくる回って周りが綺麗ですね。この後投げたヒレオ選手危ない。ヒレオ選手今ここのなんか角に当たってちょっと戻っていっちゃいましたね。じゃあ最後ですね、あの徒競走ではなく 1500m 走を今からしていきたいと思います。でちなみに俺は最初の1周あの前をペースメーカーとして走るのですが、残り最後の1周はみんな自分の力で走って、まあ、このゴールテープをまたいだ人が勝ちということにしましょう。それではいきます。位置についてよーいドン。まあ、まずはね、俺が走ることによってあのルートを確認もできるし、ペース配分も考えることができるので、あれみんな遅いな。1500m みんな遅いな。選手の方が遅い。あ、タコ早いですね。タコが少し早いか。多分なんか ペースメーカーめちゃくちゃ早い今。あー、ペースメーカーゴールしてきちゃった。これちょっとタコがリードですね、一人。え、なんでこんな差が出るんだ。1500m。おい、ボーイ、めっちゃ遅いじゃない。ボーイ、頑張れ、ボーイ。ボーイ、頑張って。さあ、先にゴールテープをまたぐのは誰か。さあ、誰が一番早い。あれ？お、あれ？あれ？ヒレオ1位だ。いやいや、あれ？ヒレオ、抜いた？どっかで抜いた。ヒレオ1位。ヒレオ1位です。おめでとうございます。2位はタコ。2位はタコです。3位は、イカちゃん。ボーイ遅いな。頑張れ。あとちょっとだ、頑張れ。あー、ナイス。審議の旗が上がってます。ちょっとリプレイ検証してみましょう。もしかしたら問題のシーンがあるのかもしれない。ヒレオ、これ反則だ。はい、どうも、ラギです。今日は、久しぶりに秋元くんがスプラトゥーンに復帰するということで、また、秋元を待っている人たちに入ってきてもらいました。秋元待ってたぞ。秋元また遊ぼ。秋元お帰り。秋元仲良くしよ。秋元嬉しい。秋元って誰？の、7人に入ってきてもらいました。なんか、秋元誰って、煽ってるよね。なんか、秋元知らないなら入ってくるなよ、みたいな、とこ、あるんですけど、今から秋元くんに電話して、この部屋に入ってきてもらいたいと思います。音でか。はい。あ、もしもし。もしもし。テンション低いね、もしもし。もしもし。聞こえる？今、参加してる。お、来た。おー。あ、でも、多分ね、おそらく1回目は落ちると思う。回線？消えたし。あ、おい、回線、ねえ、なんでせっかく入ってきて、見た？今、画面、見た？え？あ、見たよ。見ちゃったの？おい。何？回線大丈夫か？入ってきて。ちょっと待って。入ってきて。スカイプの方をとりあえず切るわ。なんで？なんで？待って切っちゃう。え、待ってダメだよ。いいよって言ってないよ。切っちゃった勝手に。秋元スプラ復帰おめでとう。おめでとう、はい、ありがとうございます。帰りなさい。はい、ありがとうございます。ちゃんとよ、ほらメッセージ読んで。待ってたぞ。
遊ぼう、おかえり、仲良くしよう、嬉しい、誰来んなよ祝いの場なんですけど、みんな喜んでるんですけど、はい、祝いの場で一人だけ、はい、秋元のことは知らないっぽいんだ、うん、名前見るとわかるでしょ、うん、仲良くしてね。はい、お帰りなさい秋元くん、コンブートラック縄張りバトル、はい、はいって、おかえ、ただいまでしょ、ただいま、はい、スプラしてない間何してたんだい。え、パワプロくんずっとやったのまだやってんの。いやでも最近やってないんだよね。え、じゃあ何やってんの最近は。最近はちょっと何もしない何もしない。じゃあスプラそれで戻ってきたんだ、何もしてないから。そんなことないんだ。そういうことだね、はい、ちなみに秋元はどこにいるんだい、はい、え、まだ塗ってるよリスポーンあそこにいんのもしかして。そうです。みんな真ん中来てるから見て、ほら見て。結構戦いはしなくていいの。すごい、もうおめでとうっていうかお帰りだよ、復帰だよ復帰。うわ殺したいやいやいや、何何誰倒したの。誰秋元って誰だけ倒したべ。お前仲良くしてないべ、他人だからって。秋元他人だから倒したんだべ今。え、誰キリ怒って、ほら怒ってんじゃん。うわじゃあ行きましょう、戦いましょう。はいよ。このステージ、あの一番最後にやったステージ覚えてる？全然覚えてない。え、でも最後。君が最後にやったステージ。そう。いなくなっちゃう秋元で俺が号泣して悲しくなっちゃったやつ。そうそう。そういうことよ。設定じゃないよ、ちゃんと泣いてるから。やばい、ボンブがやばい、これ秋元か？しかも。やばい、めっちゃいる。あ、秋元死んでるらしい。秋元死んだぞ。あ、ナイスセンス。ほい。秋元はどこかな？秋元はどこかな？これから？死んだ。俺が倒した。やばい、ここいる。あ、ナイス。いや、ボコされた。ここに秋元くんがいました。いた形跡がありました今。はい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 。え、強くねそっち。あ、終わる。あ、回線悪くなった。回線のせいにした？終わっちゃったよ秋元。いや落ちた、ちょん。え、いないのこの場に。終わったよ試合。見事。ちょうどよかった。終わったよ。秋元場にいないの？うん。秋元、通話。通話も消えた。秋元回線、秋元スプラは治ったのに、回線は治らないのか。本当だ。おい、ごロボット、ロボット。俺が喋ってんのロボットになっちゃった。聞こえてませんか？この声が。落ちたわ。探してる、ネットワーク。え？聞こえてるよ。ネットワーク探してる？待って、絶対俺の会話ラグある。言ってから多分何秒か空いて秋元に繋がってるこれ。絶対。これラグある絶対。反応が遅い。絶対落とす。うん、そうかもね。ラグあるっぽい。なんでこの時間さ。面白いからこれでもいいけど。ラグあるっぽい。ラグあるでしょ？うん、なんかね、話が繋がってない。いや、今繋がったけど、今めっちゃ繋がったけど。いや、めっちゃ早かったよ。なんか回線悪いよ。なんで秋元その回線悪いの。いや、わかんない。いや、別になんかやるのはいいんだけどさ。文句言ってる文句言ってる。聞こえてる聞こえてる。聞こえてない？いや、聞こえてるよ。なんで聞こえないのかな、俺の声が。え、聞こえてる？うん、聞こえてる。他に聞こえてない？あ、そう、じゃあいいや。え
ちょっと待って、話が分かんない。話が分かってないんだけど、何？え？ジャイアンってこと、待って、よく分かんない。よく分かんない。え？どういうこと？こっちがどういうことだよ。竹本な、何？ドラえもんごっこしようぜ。帰ってきたドラえもんって知ってる？覚えてねえな。どんなのび太くんが、あの、嘘エイトを飲んで、うん、もうドラえもんは帰ってこないんだって言ったら、うん、ドラえもん帰ってくるお話、うん、はいはい、俺がのび太やるから秋元はドラえもんやってくれ、うん、どうやってそれをやんの、わかんない。寸劇、寸劇、寸劇かなんか、寸劇、寸劇、もう普通に戦いは多分できないと思うので、俺がのび太やるからすいません、あの、君ドラえもんだから帰ってきたよ、すいません、帰ってきてね。秋元、何？秋元、タイムマシンってどこにあると思うよ、このステージの。え？タイムマシン。秋元が帰ってくる場所。今、あの、仲間がいれば、いつでも帰ってこれる。あ、そういうこと？うん。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、俺、のび太なので、いきなりやらせていただきますね。これがジャイアントっすよね。え？ドラえもんが？ドラ焼きの近くにいたって？行かなきゃ。ドラ焼き屋、ドラ焼き屋。貯金全部下ろしていかなきゃ。ガチャ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 。ママ！ママ、ドラえもんどこだい？ドラえもんどこだい？え、待って、ジャイアンいつ出てくんの？え、ジャイアンもう出てきた。え、もう出てきた。ジャイアンはさっき知り合う。ジャイアン出てきた。いじめられてたんよ、さっき。じゃあもう。そういうことよ。違う違う、なんでドラえもんまだ来ないで、ドラえもんまだ来ないで、ドラえもん違う、ドラえもん違う、ドラえもん違うの、まだなの。何言ってんの、ドラちゃんはまだ、何言ってんの、ドラちゃんは未来へ帰ったのよ。ドラえもんが帰ったなんて僕にとっては一番残酷な嘘だ、許せない。嘘エイトオオオ。君はドラエルに噛まれない。噛まれてた。倒せない。今日はいい天気だな。今日はいい天気だ。わあ！こんなで俺が死ぬねん。お前がドラえもんが倒しちゃダメだろ、のび太を。まね。もうドラえもんは帰ってこないんだ。ドラえもんは未来に帰っちゃったんだ。おや、のび太くん。言った。おい、のび太を倒したってだから。ドラえもんがのび太殺しちゃダメだろう。